戸田さんなんですけど、はいはい、同じニュアンスを伝える場合でも日本語と英語では言葉の数も違いますよ、しかも字幕の翻訳制限もある中で訳されているとお聞きしたんですけど、そういった時はどこにポイントを置いて作っていくんですか？私、今日初めてお目にかかって知ったんですけど、彼は英語の方がお得意な方なので、ね、だから字幕をご覧になって、英語の分かる方が字幕をご覧になるとね、どんなに縮めているか、そしてまた短くするのは難しいだろうなってことは想像していただけると思うんですよね、はい、本当にな、もう字数をもうギリギリに限られてますから、全部は訳せないわけです。あれみんなね、直訳してると思ってる方いるのよ。とんでもないですよ、あれ直訳したら画面中字になっちゃうんですよ本当想像ぐらい短くするんです。でやっぱりだから一番ね、重要なことはその人の気持ちが一番出るセリフにすることね。でみんなその役が合ってるとか合わないとかそういう批判する人もいますけど、そんなことではなくて、本当にその場のその人の気持ちがどんな日本語として伝わってくるかって、そこが一番お芝居なんだから、そこが重要なのね。だから私はそれをいつも準備して、感情的にちゃんと伝えられる日本語ね、はい、というふうに、心がけています。はい、ありがとうございます、はい。そして森川さんには、はい、実は先ほども言いましたけど、今回吹き替え版で映画をそもそも見るのが初めてだったんですけど。そうなんですか。そうなんですよ、じゃあ宇田くんの初めては僕なんですね。そうです、ありがとうございます。森川さんがファーストなのではい、で、やはり日本語のフレーズになると、より繊細なところに響く感じもあって、とても新鮮だったんですけど、森川さんのトム・クルーズがトム本人の静けさだったりとか、この内面に熱さを抱えているニュアンスが声の感じからとても伝わってくるというか、とても自然で驚きました。なので、森川さんが、トムを演じるにあたり何か意識しているとか、その大事にしているところはどんなところなんでしょうか？そうですね、これ以前戸田さんと、ね、こう食事してた時にちょっとお話をしたことがあって、映画字幕と、吹き替えってこう、ね、全く真逆な仕事を我々同じところで仕事を しつつやって、同じ作業しているんですけれども、でも共通しているのは、僕たちはやっぱお手伝いしているっていうか、このやっぱ映画が好きなので、その映画のその面白さとか、そういったものをしっかりとこう後押しできるような、仕事ができるのが一番ベストだなっていうふうに思ってて、でやっぱり、トムの吹き替えに関しても、やっぱトムのこの作品に対する思いとか、それからマーベリックのその、役の気持ちみたいなものもしっかりとこうやっぱりトムと同じように役作りをしながら、声走っていく、要は、例えば、森川っていう声優がなんかあまりこう前面に出ないように、映画を見た時に、吹き替えだったんだなっていうふうに思われるぐらいな気持ちでちょっと作品に関わっていこうかなっていうふうに思ってて、戸田さんもね、こう、もうなんか透明な字幕っていうね。そうだから、私は一番理想的な字幕っていうのは、映画ご覧になった後でね、トムがね、全部日本語喋ってた、私の分かった言葉を喋ってくれたみたいに感じてくれる字幕が一番いいの。邪魔しちゃいけないので、やはりその、本当にその透明っていうか、あまり存在感がある字幕はかえってお客さんがそっち注目してそがれるわけ、鑑賞。だからそんなこと頭素通りするぐらい自然な日本語が入ってくるっていうのが一番いいなと私は思っております。はい、ありがとうございます。はい